はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。オフシーズン中をずっと賑わせてきたアストロズのサイン盗みについてなんですけれども、ついに今日 MLB の方から関係者に対する処分が発表されました。で、処分の内容がこちらのスライドに書いてある通りなんですけれども、ジェフ・ルーのジェネラルマネージャーと、それから AJ ヒンチ監督を1年間の職務停止で、さらにアストロズに対しては2020年と2021年のドラフト1巡目、2巡目指名の剥奪、そして罰金500万ドルと、大変重い罰則がアストロズに対して、かけられました。で、ルーのジェネラルマネージャーとヒンチ監督に関しては2人とも当日中にアストロズから解任ということでチームを去ることになりました。で、今日のアストロズに対する処分をもって、大方このサイン盗み問題というのは、終わりに近づいてきてはいるんですけれども、そもそもこのサイン盗み問題、どういうことが発端で、でかつどういう手法が使われてきたのかっていうのが、どうしても情報量が多くなってしまってきたので、ちょっとそれをですね、一つにまとめて説明していければなと今回思います。はい。で、ことの発端なんですけれども、元アストロズのマイク・ファイヤーズという投手が、スポーツメディアサイトである G ・アスレチックに対して、アストロズがサイン盗みを行っているというところを告発したところからが発端となっています。で、ファイヤーズの告発の他にもですね、他の選手の証言ですとか、あとはそのアストロズが実際にそのサイン盗みをしている現場の、映像証拠なんかも次々と出てきまして、一気に MLB の中でも大問題になってしまって、で、MLB が調査に乗り出したところからが始まりとなります。で、アストロズのサイン盗みというのは主に2017年のシーズンに行われてきました。で、手法が2つありまして、シーズン序盤に取られた手法と、それから中盤に取られた手法、2つあるんですけれども、まずちょっと序盤の方から説明しますと、こちらにも書いてあります通り、基本的に映像を使ってサインの解読を始めたところから、サイン盗みというのが始まっています。で、序盤の手法というのは、その映像スタッフがサインを解読することができたら、その映像スタッフがベンチに伝達をして、で、ベンチからその情報を二塁ランナーに伝えて、で、二塁ランナーからバッターにサインを伝えるという、結構そのサイン盗みとしては、割と古典的な手法といいますか、二塁ランナーから、バッターに対してサインを伝えるという意味では、割と古典的な手法が取られていました。で、この他にもですね、ベンチコーチのアレックス・コーラがですね、リプレイ検証用の電話で、サインの情報をこの映像スタッフから得たこともどうもあったみたいですね。で、リプレイ検証用の電話っていうのは、よくその MLB の中継を見ている方ならわかるかもしれないんですけれど、チームがチャレンジを取るかどうかを迷ってる時に、裏にいる映像スタッフに対して、今のプレーどう思うっていうところを聞くための電話なので、こういうふうにサインの情報を得るために使うっていうのは、本来はちょっと目的外の仕様にはなるんですね。ただですね、そのアレックス・コーラは、実際にはその電話を使ってサイン情報を得たということも、どうもやっていたみたいですね。はい。で、2ヶ月ほどシーズンが経過して、今、メッツの監督を務めています、カルロス・ベルトランを含む選手のグループが、サイン解読を改善できないかを議論し始めたみたいなんですね。どうしてもその序盤の手法というのは、多くの人が、間に挟んでしまいますので、どうしてもサインの伝達までにおそらく時間がかかるというところで、ちょっとなんとかそこを短くできないかっていうところをおそらく、その選手のグループたちは、考えていたんだと思うんですね。で、ここでまたですね、ベンチコーチのアレックス・コーラが働きかけてですね、で、ベンチ裏にサイン解読用のモニターを設置したんですね。で、このモニターにはですね、センターからの、映像が映し出されていて、で、キャッチャーのサインも、すぐに見られるような環境というのがここで整ったということになります。で、そのモニターを見て選手が、サインを解読して、で、近くにあるゴミ箱を叩く回数に応じて、次のボールが何なのかをバッターに伝達していたみたいなんですね。で、いくつかその伝え方っていうのは、手法は取られたみたいなんですけれども、笛を使ったりとか、いろいろあったみたいなんですけれども、結局はゴミ箱を叩くのが一番効率的だというところで、ゴミ箱を叩く回数に応じて、どの球が来るのかっていうのをバッターに伝えていたみたいですね。で、実際にそのゴミ箱を叩いていると思われる動画がありますので、ちょっとそちらをご覧いただきたいなと思います。
something a little bit extra. Good location. And they've hit him for more power as well. Gurriel, normally a pretty good contact.という具合にですね、アストロズベンチの方から何か叩いているような音がやっぱり聞こえてくるんですね。他にもこういう映像が結構出てくるので、まあ、やっぱりアストロズはそのゴミ箱を使って、まあ、かなりあの打者に対してその次何が来るかっていうのを、まあ、かなり頻繁に伝えていたのではないかなと個人的には思いますね。で、アストロズはですね、この手法をおそらく2017年シーズン中と、まあ、あとは2017年のプレーオフでどうも継続していたみたいで、で、2017年8月にレッドソックスがアップルウォッチを使ってサイン盗みをしたことで、まあ、処分されているんですけれども、まあ、その処分後に全球団に対して、まあ、このようなサイン盗みっていうのは厳しく罰せられるぞと通達されているにもかかわらず、アストロズは、まあ、2017年シーズンとプレイオフで、まあ、サイン盗みを継続したという、まあ、かなり確信犯的にやっていたとしか思えない状況だったんですね。で、2018年シーズンもどうも途中まではサイン盗みを続行していたようなんですけれども、まあ、どうも選手たちが、まあ、サイン盗みがあまり有効的な手段ではないと感じ始めたところで、まあ、その後サイン盗みを行った形跡っていうのはどうもないみたいですね。で、先ほど、まあ、選手たちがあまりサイン盗みが有効的な手段ではないと感じ始めているというふうには言ったんですけれども、まあ、ただ2017年のプレーオフ期間中に関しては、まあ、かなりサイン盗みの効果があったんじゃないかなというふうに個人的には思いまして、で、それがですね、プレーオフ期間中の、まあ、選手たちのホームとアウェイの成績が顕著に分かれるんですね。で、今回例として、まあ、左のホセ・アルトゥーベと右のカルロス・コレアの二人の例を挙げてるんですけれども、まあ、こちらスラッシュラインと言いまして、まあ、打率、出塁率、長打率の順番で、まあ、数字が並んでいるんですけれども、まあ、ホームとアウェイでここまで差が出るかというぐらい、まあ、数字が全然違いますので、まあ、もちろんそのサンプル、まあ、プレイオフ期間中なので、そこまでこう、打席数がないのはもちろん承知の上ではあるんですけれど、それでもここまで差が出るのかっていうのはちょっと正直思ってしまいますし、で、この、ここで紹介しているアルトゥーベやコレア以外にも、まあ、例えばブライアン・マッキャンですとか、まあ、ユリエスキ・グリエルですとか、まあ、他の選手も結構ホームとアウェイの成績が、まあ、顕著に差が出ていますので、まあ、ちょっとサイン盗みの効果が全くなかったとはちょっと言えないんじゃないのかなというのがちょっと個人的には思うところですね。はい。で、ここまでは主にサイン盗みの手口に関してご紹介してきたんですけれども、まあ、ここからはその関係者たちの、まあ、サイン盗みに対する関与についてちょっと紹介していきたいなと思います。で、まず最初にアストロズの選手たちの関与についてちょっと紹介していきたいなとは思うんですけれど、まあ、当時在籍していたほとんどの選手が、まあ、何らかサイン盗みに関与していたというふうに MLB は発表しています。まあ、ただですね、すでにもう、まあ、2年前の話ですし、まあ、対談した選手も多い中で、まあ、選手たちにこう公平に処罰を下すことが非常に困難ということで、まあ、今回選手に対する処分っていうのは全く下されませんでした。で、マンフレッドコミッショナーの声明文によれば、まあ、対談した選手が多いし、まあ、公平に処罰を下すことができないことを、まあ、理由に、まあ、今回選手たちに処分は下していないというふうには書いてはあったんですけれども、まあ、ただ実際の MLB の思惑としては、まあ、選手に罰しないことを約束することで、まあ、今回のサイン盗みの、まあ、いろいろな証言を引き出したかったんじゃないのかなというふうにはちょっと個人的には思ってます。はい。で、続いて AJ ヒンチ監督の関与についてです。で、ヒンチ監督は、サイン盗みという行為にはどうも反対の立場を取っていたみたいなんですね。で、実際にそのサイン盗みに使用していたモニターをヒンチ監督は2度物理的に破壊したということもどうもあったみたいです。まあ、ただ、ヒンチ監督も後悔している部分ではあるとは思うんですけれども、まあ、明確にサイン盗みを止めるには至らなかったと。まあ、物理的にモニターを破壊するということで、まあ、その態度としては示したんですけれども、まあ、明確に止めることはできなかったので、まあ、事実上黙認してしまったんですね。まあ、今回、現場の管理者としての責任を、まあ、どうしても強く問われてしまったということで、まあ、1年間の職務停止という処分が下される結果とはなりました。
はい。で、続いてがジェフ・ルーのジェネラルマネージャーの関与についてです。で、ルーのジェネラルマネージャーは、サイン盗みが行われていることすら知らなかったと一貫して主張しています。で、今日はMLB からの処分が発表された後に、ルーの GM からの、声明文が発表されたんですけれども、ここでもサイン盗みが行われていることは知らなかった。あくまで選手が主導してやったんだというところを主張しています。で、どうも MLB の調査の中でも、少なくともゴミ箱叩きに関しては、ルーの GM が知っていたという物的な証拠も見つからなかったということです。ただ、現場が何らかサイン解読を試みているという事実については、ルーの GM 多少の知識があったということは、関係者の証言にもあったみたいで、こちらもヒンチ監督同様、管理者としての責任を強く問われた結果として、1年間の職務停止という、処分が下された形となりました。はい、そして最後が、ベンチコーチのアレックス・コーラの関与です。で、コーラが、真の黒幕と言ってもいい存在だと個人的には思います。事実、リプレイ検証用の電話を使って、サインの情報を得ようとしているところですとか、あとはベンチ裏にサイン解読用のモニターを設置したという、いろいろな行動からも、サイン盗みを主導していた立場というふうなのは、かなり明確だとも思いますし、正直、ヒンチ監督や、ルーの GM よりも、かなりサイン盗みに深く関わっていたのは、このベンチコーチのコーラだと言えますよね。で、今、彼はレッドソックスの監督を務めているんですけれども、そのレッドソックスが別件でサイン盗みの調査を受けているんですね。で、その結果次第では、ヒンチ監督と同等の処分か、あるいはもっとそれ以上の処分がもしかしたらコーラに対して下されるかもしれないんじゃないかというふうには今言われている状況ですね。はい。で、今後についてなんですけれども、先ほどのコーラの処分をもって、アストロズの今回のサイン盗みに対する追及というのはおそらく終わる見込みです。で、幸いなのかわからないですけれども、アストロズ2017年のワールドチャンピオンの栄冠だけは、栄冠の剥奪というところまでは今回処分は至らなかったんですけれども、ただこのサイン盗みが、プレイオフ中も行われていたというところで、その栄冠っていうのは永遠に怪我されるような結果となってしまいました。で、今回アストロズがやり玉に挙げられたわけですけれども、レッドソックスもそうですし、正直他球団も他人事では全くないわけですよね。何らか、アストロズほどチームぐるみではないにせよ、何らかこういったそのグレーなサイン盗みをやっているチームは、ほぼ全球団と言ってもいいとは思いますので、今回のアストロズの一件をぜひ教訓にしてですね、不正のないクリーンなチーム、クリーンな野球界っていうところを MLB 全体でぜひ目指してほしいというところが、一 MLB ファンとしての願いかなというところですね。はい。この動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。